ほら、はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんにちは、日本代表ジャパンです、お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週の木曜日12月14日に登場します週刊FPの予想をやっていきたいと思います。まずはですね、先週の結果からご覧いただければと思いますけども、先週のリーグ戦の週刊FPはこちらだったということで、まあ何より日本人選手スーパーサブで遠藤航選手が登場ということになりましたので、個人的には結構熱かったんじゃないかなと思っております。さらにチャンピオンズの週刊FPも登場しておりまして、こちらの10位選手でしたね。まあこちらでも日本人選手富安選手が登場という形になりまして、こちらもまあ日本人がね2つ同時に搭載ということで結構激アツだったんじゃないかなと思います。まあ富安さん早くね怪我を治してほしいというところなんですけども、まずはメインパートナーの結果から振り返っていきましょう。まずはプレミアリーグ、アーセナルとアウェイアストンビラ相手にですね、まあ1対0で敗戦ということになりました。まあマッキンのゴールをアストンビラは守りきりまして、評価点 8.4 という形ですので、まあアーセナル負けましたので、これはマッキンがかなり可能性は高いんじゃないかなというところですし、マンチェスターユナイテッドに関しても敗戦という形です。0対3ですね。ボーマス相手に3失点という形になっておりまして、まあ、ボーマスのですね、まあ、個人的にはセネシー来るんじゃないかなと思っておりますので、まあ、後ほどの予想で見ていきたいと思います。続きましてセリエ A ミンテル見ていきましょう。まずはアタランタ対ミランということで、3対2アタランタの勝利という形になりました。で、評価点 9.0 2ゴールということですので、まあ、こちらもかなり可能性は高いのかなと思いますし、インテルに関しては4対0で大勝という形ですね。ウディネーゼ相手に、まあ、ラウタロ・マルティスの1ゴールであったり、ディマルコの1ゴール、まあ、ここら辺が、まあ、勝負を分けたかなと思いますけども、まあ、ラウタロ評価点 8.8 なんですが、センターフォワードでラウタロぐらいの選手になると、まあ、どうかなというところもありますので、まあ、個人的にはディマルコの方が可能性は高いのかなと思ったりもしています。そして続きまして、バイエルンミュンヘンは、まあ、大敗という形になりました。フランクフルト相手に5対1の大敗ということで、まあ、このフランクフルトはですね、同裁扱いということになりますので、バイエルン相手に対勝しましたが、まあ、イーフトでは、まあ、未同裁という形ですね。続きまして、ジローナ強いですね。バルセロナ相手に4対2で勝利ということで、まあ、レバンドスキー、ギュンドアンのゴールがありましたし、まあ、ギュンドアンが今回、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれておりますけども、まあ、ミゲル・グテーレス、まあ、この選手が来るんじゃないかなと、個人的には予想しております。ということで、ここからですね、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーに分けて評価点であったり、記録が高かった選手たちを見ていきたいと思います。早速行きましょう。どうぞ。まずはフォワードの結果が出会ったり評価点見ていきたいと思います。まあ目を引くのがリオンのラカゼットですね。ハットトリックということで、まあ評価点も 9.3 ですので、まあ今週のリーグ戦間違いなく週刊FPとして登場するんじゃないかなと思いますし、あとはまあ同じく元アーセナルマルセイユオーバメアンということで、まあ2ゴール1アシスト評価点 9.2 ということになっております。まあですので、この2人ラカゼットオーバメアンに関してはかなり可能性は高いのかなというところですね。まあ話は分かりますけど、オーバメアンに関してはまあ一時期ね J リーグの噂がありましたけど、まああれは飛ばしですかね。まあ、マルセイユでもしっかり活躍となっております。アーゼットに関してはファブリディス2ゴールというところであったり、アタランタルックマン、さらにスパーズのリシャリソンということで、まあ、今回フォワードが結構、まあ、豊作だなと個人的には思いますけども、まあ、センターフォワードリシャリソン、まあ、能力値であったりプレイスタイルがどこまでなってくるのかというところは一つ楽しみですが、スパーズに関してはですね、まあ、ソン・フンミンの可能性もかなり高いということで、まあ、特にソン・フンミンは今週は 1PK2 アシストということですので、まあ、来そうだなというところなんですが、ただですね、先週ショータイムで出ているというところを考えると、まあ、リシャリソンの方が可能性は高いんじゃないかなという予想ですね。まあ、ショータイムで出ていて週刊FPで出るというところは、まあ、全然ね、可能性というか、まあ、今までありましたけども、ただまあ今週はリシャリソンなんじゃないかなという予想です。でさらにインテルのラウタロ、そしてボローナのザクツィ、ジローナのスターニ、リバプールサラで、まあ、ジローナのスターニに関しては先週も出ておりますので、まあ可能性としてはほとんどゼロかなと思いますけども、サラに関してはどう出るかというところですかね。まあ、劇的な勝利ということになっておりますが、まあ、マン・オブ・ザ・マッチには、まあ、アレクサンダー・アーノルドが輝いていたりもしますので、まあ、リバプールからは今週はないんじゃないかなという予想です。まあ、個人的にはリバプールはね、先週サラーの可能性もありましたので、サラーが今週来るという可能性もありますし、あとアレクサンダー・アーノルド、まあ、アレクサンダー・アーノルドか遠藤航選手かというところだったかなと思いますので、まあ、個人的には今週もリバプール誰かは来るんじゃないかなと思いますけども、まあ、それが誰になるかというところが一つの、注目な点なのかなというところですかね。続きましてミッドフィルダー見ていきましょう。ミッドフィルダーではやはりソン・フンミンですね。スパーズ1ゴール2アシストということですので、まあ先ほども言及した通りなんですけども、個人的にはリシャリソンの方が可能性は高いんじゃないかなと思いますが、ただまあブリッツカーブを獲得された方は今週もおそらくライブアップで B 以上まあ A なんじゃないかなと思いますので、まあ、今週もしっかりソン・フンミンを使えるというところはかなりありがたいんじゃないかなと思いますし、あとはラレアル、ミケル・メリーノ、久保選手がどっちかで迷いましたけども、まあミケル・メリーノの方が可能性は高いんじゃないかなと思っております。あとはガラ
ッタサル、アクトゥルコール、さらにアストンビラのマッキン、インテルのディマルコ、まあ、個人的にはインテルからラウタロではなくディマルコの方が可能性は高いんじゃないかなと思っております。ここからは若干可能性は低くなってくるんじゃないかなと思いますけども、アトレティコ・ド・マドリーのジョレンテ、ラスパルマス、キリアン・ロドリゲス、マンチェスター・シティ、ベルナルド・シューバーで、モナコのフォファナ、エバートン・ドゥクレということで、個人的にはモナコのフォファナの能力値結構強かった印象を持っておりますので、今週もまたね登場ということになれば結構熱いんじゃないかなと思ったりもしております。まああとは今のねブリッツカーブに関してはソンもサラーもまあライブアップデートずっといいので、獲得はねしておいても個人的にはおすすめかなというところですね。続きましてディフェンダーとゴールキーパー見ていきましょう。ディフェンダーではまずフラム、アダラバイオですね。ただまあフラムに関してはレノがねマウンザマッチに輝いているということで、まあ対象の試合ということになりましたが、レノがマウンザマッチということで、まあ個人的にはレノの方が可能性は高いんじゃないかなと思っております。あとはポルトのペペですね。ペペに関してはチャンピオンズの週刊 P でしか見たことがないぐらいリーグ戦あんまり出ないんですけど、今週に関してはリーグ戦で登場するんじゃないかなという予想しております。あとはジローナですね。バルセロナ相手に4対2ということでしたので、まあミゲル・グティエレス、個人的にはまあこの選手が登場するんじゃないかなと思っております。まあ、ストアには途中出場ながら1ゴール1アシストということでしたけども、先週出ておりますので、今週はまあミゲル・グティエレスかなというところですね。あとはエバートンのミコレンコ、ボーンマスのセネシ、ここら辺の選手の可能性が高いんじゃないかなと個人的には予想しております。でさらにゴールキーパーに関してはアントニー・ロペス、レノ、エミリアノ・マルティネス、ライコビッチ、この4選手の誰かかなと思っておりますけども、まあ個人的にはレノかなというところですね。まあリオンからはラカゼットを、まあ、ハトトリックしてるんでね、まあラカゼットが来るんじゃないかなと個人的には予想しております。ということで、今週の週刊 FP の予想はこちらの予想とさせていただきました。唯一のハットトリックしましたリオンのラカゼット、マルセイユのオーバミアン、アタランタ、ルックマン、スパーズのリシャーリソン、まあスパーズに関してはソンかリシャーリソンかなというところです。ラレアル、ミケリ・メリーノ、こちらは久保選手も登場ということになればかなり熱いですね。アストンビラ、マッキン、インテルのディマルコ、まあ、ディマルコかラウタルかというところですし、ポルトのペペ、ジローナのミゲル・グティエレス、ボーンマスのセネシ、そしてフラムのレノということで、まあ今週の11選手の予想はこちらとさせていただきたいと思います。ということで、自分で作っている加工の画像はこちらになりますけども、個人的にはこのオーバメヤンの画像ですかね。めっちゃかっこいいやつあったんで、こちらで来ると結構熱いですね。まあただオーバメヤンに関しては、まあやはりウイレ時代の頃のオバメゲーほどの能力値ではないのかなと思いますので、まあそこまで上げてくると個人的には嬉しいんですけど、まあまたね、オバメゲーちょっとやってみたいなというところもありますが、まあこの中で言うとやはりリシャーリソンですかね。リシャーリソンのプレイスタイルであったりスキル、能力値、そこら辺はかなり気になりますし、メリーのに関しても個人的にはかなり注目しております。あとマッキンですかね。マッキンの能力値もかなり気になりますね。でラカゼットはハットトリックしましたので、決定力であったりオフェンスセンスがどこまで上がるのかというところが一つの注目なんじゃないかなと思っております。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では